最近ね、Facebook と Twitter で、赤棒で開業した人のアカウントがあるんですけど、で、つい先日赤棒で開業しましたっていう人がね、何人かいるんですね。で、その方がね、結構全国走り回らせていただいてますって言ってるんだよね。で、やっぱ赤棒が仕事持ってるんで、ちゃんとね。宅配って、どこに行っても宅配ってあるじゃないですか。だから例えば宅配の仕事をしたいって言えば求人情報誌でも宅配の仕事は募集が出てて、ツイッターとかでも、宅配の仕事はあえて何台か、手伝ってもらえませんかとか来るじゃないですか。だけどスポットの仕事を求人情報で見れないんですよね。だからスポットの仕事っていうのは一般的に世の中に出回ってる仕事じゃないんですよね。だからで、ピック号がやってるスポットの仕事も、佐川経由で出てきてる仕事、スポットの仕事っていうのは、ある意味これ一般的、宅配会社を介して出てきてる仕事なので、そうではなくて、荷主が直接出してくるスポット便っていうのはやっぱまだまだどっかにあるんですよね。で、赤棒さんってやっぱり、赤棒っていう自分の運送会社の名前を持って、地道に自分で営業してる人がいるっていうことなんですよね。赤棒の本部は営業しないので、赤棒のドライバーさんがセールスドライバーとして営業していってるわけで、掘り出してるからあるんだろうね。で、一般的には表面化してない仕事っていうのを探そうと思えば多分あるんだろうなと思いますけどね。だからやっぱ赤棒は強いなと思います。だから僕が 2,3 年前にそのギグワークの時代だ、赤棒はなくなるみたいなこと言ってたけど、いやもう全くダメだね、甘かったねって思うよね。本当にそうやって取ってくる仕事じゃないんだろうなって、軽貨物のスポットっていうのはそういうもんじゃないんだろうなっていうのはすごい感じますね、最近はね。トラック業界の中でハコベルの配車システムとか P の配車システムとかっていうのはなかなかね、まだまだ新参者だとは思うんですけど、やっぱね、その物流業界って、なんていうんだろうね、マッチングとか、そういった自動化っていうものに興味はあるんだと思うんですけど、あまり前向きではないですよね、多分ね。やっぱり古いというか、もともとできてしまったそういった仕組みを、全部崩して自動化にするって、なかなかやっぱ多分、それほど前向き、前のめりにはやっぱなりにくいんじゃないかなと思いますよね。結局、例えば、1台で創業した物流業で社長さんがいて直接経営に携わって将来先のことを考えてね、お金のこととかいろんな部分を考えた時に自動化にするっていうのはありだと思うんですけど、大企業でその雇われ社長で雇われ役員でその会社の売上とか利益とかっていうことにそこまでね身を切られることでない限り、そんなにね自動化っていうものに本気にはならないですよね、多分ね。だから結局使うのは現場なので、その現場がじゃあ導入したからといって、即結果が出るわけじゃないことに、そこまでこう前のめりにならないから、やっぱなかなか進まないと思いますけどね。